嫌です。いつかどうしよう。嫌だ、どっか行って。うぃぃぃぃ。そのぐらいのなんか演技というか、パワーというか、あれが欲しい。プラスアルファ絶対社長陣の企画、ここはなんか練り出したいなって思って、社長陣もバンビビアスか。で、僕も今言おうと思ってたんで。TikTok のメンバーって仲いいんですか？みんなの見て、あ、それいいなってなるんで、それ組み込んで自分風にやっていくのが一番いいかなって。今日はどういうご予定なんですか？ユナイトの TikTok があるんですけど、はい、それの会議ですね。綾波レイっていうエクリプスの子が結構積極的に動いてくれるから、その子もいつも付き添いで会議してますね。以前 TikTok おもんないんでみたいな言ってましたけど、いまだにちょっと口酸っぱく言ってる感じなんですか？いやー、まあまあまあちょっとずつ良くなってきてる感はあるから、まあそんな焦んなくていいのかなって、まあ、バズらせなくちゃいけないけど、どっちにしろそこに関して焦ってやるもんじゃないし、結果がちゃんと出るまで見守っていただきたいですね。リアルなホストバージョンで出してるじゃないですか、今メンバーで。まだこのアカウントのフォロワー数じゃあそこに手出しても何に繋がるかが正直読めなくて、だったら今再生数も突破型でやっていった方がいいんじゃないのかなとは思ってて、そしてであればまあ主観はやっぱ強いなと思って、現金弾かれてたんで、ですよね。物だったら大丈夫ですね。
一回事務所戻って全員一回考えさせて。あ、全然です。それ解散しますか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか会議は。いやでもなんかああいう会議があるのすごいありがたいですね。うん、やっぱ真央さんがしっかりしてるんで、うん、社長陣の企画にちょっと苦慮されてたと思うんですけど、はいはい、腰が重いなとかって思ったりするんですかね社長陣は。いや特にそんなことはないですけど、まだちょっと真央さん自体が多いんで、はいはい、社長陣の方からもなんかいろいろあったらもっとユナイト強くなるんじゃないかなっていう、うん、この4人の社長陣がなんか全員が全員手を本当に取り合った時に多分もっと強いグループになるのかなって思います。うん、はいはい、はい、ありがとうございます。さてではそのまま会議の流れで実際撮ってる様子俺見たことないんでどんな感じなのかなって見ていきたいと思います。おいっすいっすいっす。おいっす。JA さん調子どうっすか。あ、ぼちぼち。あ、でも、あ、この間言われました、あのユナイトの TikTok 見たって。言われました、言われました。初回の方。あ、そう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 。よかった。少しずつですけど、影響出てんじゃないか。おお、いいね、ちょっとずつだけど、それが増えるからね、はい、よかったです。いや、嬉しいなって、素直に思いました。よかったです。お疲れ様です。お願いします。おはようございます。遅刻です。すいません。3杯です。3杯です。3分です。なんで遅刻したんですか。そこ取られる。3分で詰められる。そこ取られる。メイクした。お疲れ様です。すいません。3杯で。皆さんってアドリブでなんか喋ってるんですか。ほぼアドリブです。おお。一応なんかこういう風なのも言ってく、言ってみてほしいですみたいなのは言う人はいます。うん、気持ちいい。あ、そうです、そうです、そのぐらいです。お前、やば、犯罪者やん、お前。でもいいかな、落ちてたし。警察行こう。いや、怖いわ、お前。落ちた、お前、怖いわ。怖くない。いや、警察行こう。え、これ、いけるいける、やだやだ、行かない。OK です。OK です。いいですか、こうしよう。え、やだ、どっか行って。うぃぃぃぃ。何。待って、おしぼり。ごめん、もう消した。怪我で投げてもらったんですよね、それ。そのぐらいのなんか演技というか、パワーというか、あれが欲しい。うん。前髪とか、なんかあれすると、え、なんでなんでなんで、え、そこ、え、もうどん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 、それ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 みたいな。わかる、相手が言ってることを、なんか3回ぐらいリピートしてる回、同じ回で4回ぐらいある。私のせいじゃないです。え、カード切れなかった。はい、切れなかったです。マジ。え、カード切れないんだ。え、カード本当に切れなかった。切れなかった、何回かやりました。ペンギンとかない。全部全部くれか。嘘やん、これ使えないじゃん。使えないじゃん。ワンちゃん上限。ワンちゃん上限。ここに来てちょうど上限になったの。あ、マジで、うん、ありえん、ありえん、ありえん、ちょっとありえん。これ確信犯やん、絶対。言葉一つ一つにしっかりとした一個一個のリアクションを取った方がいいんだ。だから流れてやってる感じ、会話の流れが。向こうが言ってきましたね。それについてなんか大きなリアクションを取って、そんなスムーズに取らなくていいから。はい、それこそカットできるわけじゃん。はい、取られてるのを意識するの。ここでじゃあこういうリアクション取ったらここがアップされるなとか、ここが全体で映るなとかっていうのを考えてられると、これだからができるんじゃないかなと思います。だから俺がこうやって指摘するじゃん、 TikTok はこういう風に撮られた方がいいよみたいな。ああ、なるほどねとはなるけど、できるようになるまでは確かに時間は俺はかかると思う。俺もかかると思うし、難しいからね。それこそ俺が YouTube 慣れしてないのあるじゃん、それと一緒の感覚なのかなとも思う。見て勉強、言われて勉強、気づいて勉強かな。うまく見せる、見せるだよね、本当に。あの漢字のね、あっちも難しいもん。ああ、一旦魅力の見えですね。そう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 、あれの学びですね。TikTok のメンバーって仲いいんですか。死ぬこと言っていいんじゃないですか。毎日、毎日おはようとお休みって LINE してます。まあ、クルチャで LINE はしてますけど、毎日。今日何の服着てくるの。そうですね。絶対に何東京行こうかなって。
あ、でも普通に長いです。この間4人で飲んだんですよ。あの、ちょっと飲んだんですよ。軽く、ちょっと早く終わった時だったんで、やっぱ撮影する時だって多分ある程度、ね、距離感縮めないと難しいじゃないですか。最初やばかったですね。硬かった2人。やばかったっす。おはようございます。よろしくお願いします。はじめまして。やばかった、うん、最近はでもみんな仲良くなってる感じじゃないかな。もうちょい言えたなって思いました今。ミスったなって。どうすか、他のメンバーのやつ見て。みんなの見て、あ、それいいなってなるんで、それ組み込んで自分風にやっていくのが一番いいかなって。あんま自分のこと面白いと思わないですか？思ったことはないですね、僕。自分が面白いってなんかおもろいって思って喋れないんですよ、あんまり。例えば僕、素で喋っちゃう人なんで、素じゃないと喋れないんですよ、こういうの。素で喋って、ポロッと出たやつがおもろいみたいなことが多いですか？が多かったっすね。OK です。外は終わりです。以上でございました。ユナイト TikTok 撮影、はい、フナルのアレンジですが、まあ、俺がもっと言語化して伝えられればいいんだけどね。難しいね。でもまあ自分で撮ってる分どうした方がいいのかなみたいなアドバイスはやっぱしやすいから、まあやっててよかったのかな。だしさっきも言ってたけど、レイヤーがそれを初回の子が見て、ね、知っててくれたっていうのを聞いて、俺はなんか嬉しかったね。やっぱりちょっとでも出たって。しかも2ヶ月で、初めて2ヶ月で動画なんてまだ30本ぐらいしかやってないのかな。だから実質1ヶ月か、30本のあれで見たことあるって言われてるやつが出たっていうのが俺の中の一番の、とりあえずちっちゃな成果かな。積み上げていきましょう。